s d k f z 2 5には第二次世界大戦中のナチスドイツで突撃砲部隊に随伴する弾薬運搬車として生産された小型の走行ハーフトラックである。1940年6月から1941年9月まで413両が生産された。1936年3号戦車をベースにした 不評支援用自走砲の開発命令が出され、単方針 75mm 砲を搭載した3号突撃砲が誕生した。合わせて、これを支援する走行付けの弾薬運搬車と観測車が必要とされ、デマーク製反送機式牽引車 SD-KFZ10 をベースに開発が行われた。もともと小石材料の SD-KFZ10 に走行車体を乗せる。 都合上、重量軽減と機動性確保のために第一転輪とサスペンションの分、切り詰められた専用の短いシャーシが用意された。新たに設計された完全延平式の走行車体は、傾斜走行を取り入れた多面体で弾薬運搬車、観測車ともほぼ共通のデザインを持つ。この走行車体のデザインは、続いて開発された。 軽装工兵員輸送車 SDKFZ250 とほぼ同形状だが走行圧は弾薬運搬車観測車では全面 18mm と扱った SDKFZ252 の特殊車両番号を与えられた弾薬運搬車は重量軽減のため車体後部が大きく削ぎ落とされた格好になっておりこの後部傾斜面に設けられた 大きな観音開きのハッチから、車内の弾薬の積み下ろしを行った。運搬量を増やすため、通常はさらに弾薬運搬用ドレーラーを牽引した。また近接防御用に、左右の天使口下には、拳銃口が設けられていた。資料には武装として、MG34 機銃1丁を持つとあるが、車体に機銃化はなく、これは下車戦闘用に車内に置かれていたものと思われる。 生産はデマーク社、ベクマン社で1940年6月に始まり、1941年1月からはドイッチェ・ベルケでも生産された。しかし、その後生産され始めた SDKFZ250 シリーズとは、細部で彩が多く製造が面倒であったため、生産は1941年9月で打ち切られ、 その後は標準型 SD-KFZ-250 の弾薬運搬用バリエーションである SD-KFZ-250-6 に置き換えられた。ありがとうございます。